さんと宇宙の先月30日相模原市立産業会館で宇宙科学について専門の研究者たちが分かりやすく解説する宇宙学校が開かれました。これは相模原市内にある文部省宇宙科学研究所などが宇宙科学の普及と啓発を目的に昨年に次いで開校したものです。これはアンドロメダ大星雲という、我々の隣の銀河系の写真を撮ったものです。でこれを3次元に分かれた授業にはそれぞれ小学5年から70歳代のおよそ200人が参加し、宇宙の神秘に熱心に耳を傾けました。参加者からは白色矮星とか黒色矮星って何なんでしょうか。お互いの重力が効き合うでの、計算をやっている。専門的な質問が相次ぎ宇宙への関心の深さを伺わせました。今月3日相模原市立あじさい会館ホールで「あなたと作る生きがい幸せ」をテーマに相模原生涯学習シンポジウムが催されました。まだまだ自分自身をね、第1部は作家の下田景樹さんの講演が行われました。なるべく自分をさらけ出していこうというそういう姿勢だけはもう変わらないと思います。僕はこのことをですね、居直りと言ってるんですけれども、自分の、心にあることをね、素直に表現し、そして実践したいなという意味で居直りと言ってるんですけどね、要するにウィークポイントに思ってですね、他人に悟られまいとしていることをむしろ出してしまってね、武器にしてしまおう、人生をね豊かにする鍵にしてしまおうという居直りですから、開き直らずに居直って生きるっていうことが僕は大切じゃないかと思うんですよね。第2部はパネルディスカッション。和やかな雰囲気の中でおよそ350名の参加者にとっても、またパネラーにとっても有意義な時間になりました。先月23日第54回相模原駅伝競争大会が開催されました。市内外の102チーム558名が参加し、6部門一般 A 一般 B 高校中学校男子女子中学校女子に分かれて競技が行われました。相模原駅伝は昭和13年1月17日相模原一周駅伝大会として始まりました。淵野辺公園をメイン会場とした新コースになって2回目です。昭和24年の大会に参加され16歳で区間賞を取られた山口さんにお話を伺いました。その当時は相模原一周駅伝といいましてね、要するに上溝に町役場、相模原町役場があったんですけど、そこをスタートして浅溝、荒磯、それから座間、相模大野へずっと来て、矢部あたりですかね、16号のあそこに中継所ある、それから大佐小学校かね、それから田内行ってまた上溝の警察署がゴールっていうね、そんなコースで行われてた。それと魅力っていうとやはりトラックでねやるより区間がありますからね、一つでも抜いて上上がっていこうとかね、来年度はどんなタイムであの区間を走ろうとかさ、そこらじゃないですか駅伝は。総武台中学校の応援に来ました。頑張って走ってもらいたいんで、こっちも頑張って応援します。市内外から応援に駆けつけられた方は1万人。応援の方々が見守る中、
青空に相模原市長によるスタートの号砲が響きます。午前9時30分一般 A と高校の部がスタート。5分後一般 B と中学校男子の部がスタートしました。市民ランナーを対象とした一般 B の部に出場の黄色いユニフォームを着た新キャタピラー三菱陸上部、今大会には2チームが参加。新キャタピラー三菱陸上部は昭和48年に発足し、現在部員は26名。正月7日大会のコースの下見を兼ねて練習に集まりました。この陸上部は若い人も年配の人も一緒になって健康とコミュニケーションを目的にした会社の文化体育活動の中の一つのクラブだそうです。昨年の大会では総合3位、それから3区と4区で区間賞といういい成績を上げましたので、今年もぜひそれを上回る成績を上げたいと、でも全員一生懸命練習して頑張っております。毎年5月の山中湖ハーフマラソンでは家族とバーベキューをするのも楽しみの一つとか。自分だけのために走るのではなく、チームのためにたすきをつないで走ります。37。一般 A と高校の部は競技を目的として7区間 40.8 キロ、その他の4部門は5区間 17.2 キロを走ります。家庭では良きパパでもある選手の皆さん、応援に来てほしいっておっしゃいますか？うちはすごいいます。なんか子供に見せたいみたいで、はい、来てます。毎年来てます。子供が楽しみにしてます。スタートからおよそ1時間仲間の応援の中、新キャタピラー三菱 A チームは5位でゴール。監督の三原さんがアンカーの B チームは9位と大健闘。2人のアンカーが戻るや否や、俺よ4人抜けたけど、うん、でもダメだよ。今年は1人いるんだって。いるんだよ、買えるのが。よしよし、1人な。シード権取れればいい。シード権6位でシード権だね。俺は1人だよ。抜いたのよ。1人のエースより全員のチームワークはさすがでした。お疲れ様。皆さん続々とゴール。お疲れさん。いたぞ。お疲れさん。いたぞ。その頃、一般 A と高校の部では上溝駅近くの中継所で第3区のランナーが緊張の中にも準備に余念がありません。ゼッケン11の麻布大学男子チームを無事に助けをつなぎました。麻布大学では今回女子チームが初参加します。部員は1年生から6年生までの31名。どうぞ。下り坂あったでしょ、自転車で。あれはここだったんですか。監督の波川先生は昭和48年にこの陸上競技部を作った OB です。大会を明日に控えて部室で作戦会議が開かれています。近くの横山公園では前日夕方から積もった雪の中、最終調整です。今まではトラックとフィールド中心のクラブでしたが、最近はロードレースと駅伝にも力を入れているそうです。男子の方は箱根駅伝の予選なんかにも出ていろいろ挑戦してるんですけど、女子の方も人数が揃ったんでいろいろ挑戦しようと思って今回の駅伝に参加を決めました。
男子は一般 A の部に、女子は女子の部に参加します。初参加の駅伝の第一区を走る今の気持ちは？大学入って初めての駅伝なんで、とにかく完走したいと思います。そして10時50分女子と中学女子の部のスタート。女子の部が第2区を走っている頃、競技を目的として参加している一般 A と高校の部では第6区14チームが繰り上げ出発となってしまいました。第6区が繰り上げ出発した後、第5区の選手が中継地点に到着。たすきをつなぐことの難しさ、女子の部第2区の選手が次々にたすきをつなぐ中、麻布大学の第2区はまだ。コース内に入れない浪川先生の不安が頂点に達します。ラスト、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 11。高校の部では一般を抑えて光明学園相模原高校がトップでゴール。女子の部のアンカーが淵野辺公園に戻ってきました。駅伝初出場の麻布大学女子チームは目標通り5人全員が完走して女子の部12位でゴール。今の気持ちは？しんどいです。でもまた来年も楽しく走れたらいいなと思ってます。54回目を迎えた相模原駅伝競走大会は晴天に恵まれ、6部門に102チームが参加し健脚を競いました。たすきをつなぎつつ歴史を駆け抜けてきた相模原駅伝競走大会、これからも、そしていつまでも